電動ファンが動く条件を教えてもらったので、今からちゃんと動くかどうかを確認します。電動ファンが動く条件はエアコン作動時か、もしくは水温が一定の温度を超えると回ります。こっち側は今回ってないです。こっち側の電動ファンは今回っています。この AE111 という車は、実はエンジン周辺の排熱が結構熱いです。なのでちゃんと電動ファンが回らないとオーバーヒートのリスクがあります。で、水温計は基本的にはこれ以上上がることは稀なので、なかなかね、水温で電動ファンを確認するのは難しいのかなと思います。では今エアコンをオンにしてみました。こっちも回ってますね。こう基本的に自分はエアコンつけた時にボンネットの中見ないんで、これはね、盲点でした。でエアコンを切ります。止まりましたね。こっちも今は止まっています。もしエアコンつけても動いてなかったら電動ファンの故障が疑われます。その場合はね、まあ、すぐに修理した方がいいのかなと思っています。ということで今回は電動ファンの動作チェックをやってみました。ではこれで終わります。